Hey guys! どうも、七瀬アリーサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は、じゃじゃん！スターウォーズ・ザ・ジェダイ・チャレンジということで、私ゲーム下手くそなんで、あんましないんですけど、スターウォーズ大好きなんで、まあ、AR ゲーム初でちょっとやってみようと思います。3万ぐらいしました。で、普通にゲームやっても面白くないと思うので、まあ私ね、日本語を話すときと英語を話すときって人格ちょっと変わると思うんですよ。これやっぱり第二言語話してる方なんとなくわかるかと思うんですけど、でそれが顕著に現れるのって多分こういうゲームしてる時だなと思うので、こちらの動画では普通に日本人の日本語の私として撮ろうと思います。で次の動画でちょっと英語のに変えた状態でゲームをやっていこうと思います。こうなんていうの、独特の動きみたいなのがやっぱり英語のになると自然と出るんですよね。なんか外国かぶれみたいな感じですけど、脳がね、まさに違うんですよっていうところをみんなにでも、伝えようと思います。AR とか初だから、大丈夫かなと思ったんだけど、めちゃくちゃ楽しいんですよ。ライトセーバーということで、早速、ダース・ベイダー、そしてダース・モールと戦っていこうと思います。お願いします。まずは、ダース・モールからいきますか。よし、お前は倒すぞ、今日は。よし。ダースモールね、フォースの力かな。目で見たら反応するとこですよ。じゃあライトセーバー起動します。伸びた、来た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 、オッケーオッケー。あー今でチャンスチャンスチャンス、まだ生きてんのか。うわ、これ。どっちだ。よっしゃ。ダースモールを倒したぞ。